はい、こんにちは、巨匠のウルトラメバチコです。今日はこちらの究極品種改良っていうのをねやってみます。いいですね、ドルに1万円に。そしてこのね、メバチのニワトリと、あといいクリスマスが今年もやってくるのやつですね。フライドチキン、チキンかな、すごい手羽がでかい。あとエルフの出の妖精ね、私の知ってる品種改良と違いますけども、あ、ちょっと失礼、こちらねクリックしてから、はい、いきます。ニューゲームドンドンね。そもそもまず品種改良自体知らない。俺の名前はゼニホシカネタ、養鶏場の経営者だ。あら、鋭い目つきにひげに、なんかもう年齢も性別も不明ですね、これ養鶏場なのね。ゼニホシカネタさんね、お金だが、それだけじゃない。品種改良によるだ、じゃあ品種改良によりこれまでにないぐらい美味しい鳥を作るために日夜研究している。おら、いいやつ、すごい伸び伸び育ってるじゃん、ニワトリね。美味しそう、水炊きにしたいですね。それが成功すれば大金持ちも夢じゃない。世の中金さ、野暮の実現は目前だ。うん、世の中金ね、どんな手を使うとこの世知辛い世の中において、おお、ね、大金を得たやつの勝ちなんですよ。あー、すごい、なんかあったのかな、過去に。ちょっとお酒ね飲んでから、あ、動かせますね。これあんまね、私これこういう系のね操作慣れてないね。メニュー、これメニューですね。装備、スキルとかの研究者兼養鶏場経営者、あ、研究者もしてる。お、必殺技あるじゃないね。はい、オッケー。装備とかあるの、帽子、あー、まあまあまあ戦うこととかもねなさそうだし、帽子と服くらいはね着てていい。まあ外しとく、すべて外せませんでした。やっぱりね、偉い人は服を着てるからこそ偉いって言ったからね。裸で偉い人なんてねいないもん、そんなの裸の王様よ。ステータス見てみよう。とにかくお金大好きで、手っ取り早く大金を得るためには少々非合法なことでやってのけるとんでもない男。あら、いやでも意外と養鶏場とか研究者とかなってるからね、意外とちゃんと手っ取り早く大金を得るっていうよりはもっと手っ取り早い方法ありそうだけどね。それ養鶏場を選んだっていうのもね。はい、これはね、はい、皆さん、はい、これでいいですか。これね、皆さんの反応にかかってますね。皆さんつっても何ね、十何人とかですけど、はい、じゃあセーブしときますね一応。これね、バレましたけどね、1分間ぐらいちょっとね試しにやりました。恥ずかしいね。ね、最初の全員に押しかねたっていうね、なんだろう、知らなかったですみたいなやつがねより恥ずかしくなってきますね。はい、ここセーブしますね。新たにゲーム終了しません。はい、すごいいいね、のどかだね。これ臭くなさそうでいいじゃん。養鶏場はあれ、ニワトリ、ういういって今言ったけど、まあここもう一回見てるしね。うん、 PC に品種改良のデータはあったな。ほとんどの素材は育った。難点が一つ、噛みやすい。やだ、この人の言う言葉噛みやすいな。 PC に品種改良のデータはあったな。ほとんどの素材は揃ってる。あとは最後の素材と作り方の手順をおさらいするだけだ。品種改良って何だ。あ、 PC を見に行きました。はい、見に行きます。緑色が好きなんですね、骸骨。見て、すごいね、カジノもあるし。こいつに触れるのはまずいぜ、危ない。こいつを品種改良するのかな。なんかね、最初試しにやったけどあんまちゃんと見てないから、みんな安心して、十何人のみんなに言ってる。おい、なんだと、これはまずい。依頼されて副業で作ってたコンピュータウイルスに俺の PC が感染するとは、いろいろ乗っかってる。この人手っ取り早く金を儲けるって言いながらすごい努力してんじゃん。早くなんとかしないとこのウイルスの影響で PC が大爆発しちまう。そうなりゃこの辺7キロ四方はコッパみじんだ。7キロはだいぶでかいし、どういう PC ウイルスなの。
そんな爆発するウイルスとか聞いたことない。ふう、なんとか大爆発の危機は逃れた。なんで養鶏所なんかやってるんだろう、あなたは。しかしデータはすべてバックアップ取っただけかな。バックアップされてそうなものを探しましょう。ここからは、めちゃくちゃ初見ですんで、ね、皆さんご安心を。みんなと同じ、そう、十何人の君たちと一緒だよ。何、バックアップされてそうな、なんだろう、バックアップされてそうなものって何。これキッチンかな。すごい独特な画面。ダメだな、 PC はおろか USB メモリのデータも飛んでやがる。あら、そんなウイルスだってもう大爆発しちゃうんだもんね。7キロ、遠い、テレビが遠い、えらいじゃん。ちゃんとね、両津勘吉も歌ってたもんね。テレビを見る、貧素な布団よこれ。なんかな、努力してる人の布団ってこうよな。なんだろう、メリハリ、金使うとこと使わないとこのメリハリってやっぱなんだろうな、努力してる金持ち、こういう印象あるわ。メリハリ、お金の使いどころの。あ、ここね、セーブね。あれ、さっき見たっけこれ、違うな、ここでセーブするのね。 OK、 ちゃんとノートに書いてあったぜ。あら、可愛らしい絵文字使って。しかし最後の素材だけは載ってないな。書き漏れか。最後の素材はなんだっけ。この鳥を品種改良するための最後の素材。あー、これ3つの中から適当にいればいいの、選べばいいの。神々、確か魔獣の肉片だった、確か魅惑の果実だった、確か幸せの宝珠、宝玉だった。まあね、これでしょう。あなたに女の子の一番大切なものをあげる。ダメだな、もう酔っかかっちゃってもんな、壁に。壁に酔っかかりながら喋っても口が回んない。あなたに女の子の一番大切なものをあげま、はい、私のじゃあ大切なものをあげましょう。よし、早速取りに行くか。うえ、何、あいつら今から私が取りに行くのね。はいはいはい、あいつら猛毒バットじゃねえか。接触は即死で気をつけねば。猛毒バット。いいね、漫才師。あ、早速、ありがとうございました。まあね、みんな見たかったでしょ、ゲームオーバーね。はい、ということで戻ってまいりました。コンティニューいきましょう。はいはいはい、あ。まあ、エンター連打すればこうなるっていうのが分かったからいいか。前には進んだね。なんだっけ、上って猛獣の肉片だっけ。もしかしてこの人気は繊細に描いてあるこれが猛獣かな。肉片っていうか体液飛び散りそうだけど、これ何、全回復じゃこれ。あ、やった、全回復だ。じゃあちょっと一旦セーブしよう。2番ね。こいつに話しかければいいのかな。うい、負けるじゃん。もうだってもう魔獣か。いや、魔獣 VS はね、金田さんでしたっけ、あなたね、銭星さんでしたっけ。魔獣 VS というか、その目の前にある目玉 VS みたいな感じだったけど、負けるじゃん。はい、まあまあ一回ね、一回やってみる。必殺技とかあったっけ。ないよね、タネさん。アイテムとかありました。ないですよね。じゃあちょっと攻撃しかないんで、ちょっとお願いしますね。ありがとうございました。納得の戦い。あ、ゲームオーバーなんだ。これなんだろうな、来る順番っていうか、あ、違う、間違えた、結局負けるんだった。ね、結局負けるのに来ちゃいました。こっちですね、ここからですね。でも魅惑の果実ちょっといけそうだったから、魅惑の果実からいこう。で、この猛毒バットに気をつければいいんだよね。こっち来んのかな。
あ、来るんだ。ついてくる、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 逃げて。大丈夫。怖くない。やればできる、やれば。確かね、最後の素材はね、幸せの宝玉だった気がする。宝玉で合ってる、宝珠。あら、なんか、え、なんか安心、なんか安心だね。敵がいないってね、安心だよね。犬、犬、犬。一応向いては、なんか向いてはくれるけど、犬の声がする。あら、これが品種改良の慣れの果てね。これ何、ふににらいわにわわどにちわににきににんわにわに。なるほど、3拍子かな。タン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 ってことね。合言葉をどうぞ。あら、さっきの暗号ね、なんだろう、チキン、チキンかな。チキンでしょ。違うね、これ暗号ね。見てみましょう。ふににらいわにににに、あー、はいはいはい、もう私にかかればね、こんなの余裕よ。じゃあね、読みますよ、わかってるから。ふーふーらーいドチキンですね。はい、これフライドチキンです。皆さん、そこのあなた分かりました？これね、目の前にいる鳥、こちら名をニワトリと申しますね。そうしまして、今のね暗号を見てみましょう。ニワトリ、ニワトリ、そうです。二頭はという言葉をね、取って読んでみましょう。そうするとフライドチキンになるはずです。正解ですね。さあ、いただこうじゃないか。いただこうじゃ、か、かな、かなかな、かな、ちょっと一抹の不安を抱えながらですけども。フライ、え、全部入るかな？どう？あ、全部入るか。チキン、めちゃくちゃ遠回りしちゃった。決定。いただきました。これでね、美味しい鶏肉作りますんでね。みんな待っててね。これで全ての準備は整った。最高の鶏の誕生だ。全部取るわけじゃないの？なるほど。よーし、行け。美味しい鶏、そう、シャモにな。ちょっと諸星さん、ちょっと目がそんな目でした、あなた。ペッペー、かわいい、世界一かわいい声が出ました。いい表情するね、諸星さん。どうした？なんだこの子供は。人を信用せず金だけを信用してダーティーなことも散々してきた俺だったが、目の前の赤ん坊の純粋な瞳を見て俺は涙が止まらなくなった。パパ、お外に遊びに行ってくるね。どういう成長の仕方？もうこの服作ったのがもう諸星さんだとしたらノリがいい。ああ、気をつ、そんなんだってなんか若返ってない？どういうこと？ああ、気をつけろよ。暗くなる前に戻ってくるんだぞ。へい、こっこ、ノリがいい諸星。あれから俺は不正に目覚め、ダーティーなことは全てやめた。今は真面目に細々と養鶏場を営んでいる。俺は本気でコッコを守ってやりたいと思っている。夜回り先生だ。エンディング3、本当の幸せ。
てもな、お前がやってきた罪が消えるわけじゃねえんだ。オーケー、今回だけ許してやる。ここを幸せにするんだぞ。飲み込みが早いね、もろぼし。もろぼしさんじゃねえ、ダメだ。ぜなんだっけ、善行師さんだっけ。ごめんね、いろいろと壊しちゃって。なるほど、これ一個一個の最後の素材にエンディングがあるってわけね。じゃあ他のもできんのか、ちょっとやってみましょう。よし、でもそれ最後の素材はなんだっけ、確かね、ちょっと魔獣の肉炎勝てんのかな。ちょっといけそうだった、ちょっとね、猛毒バット、あー、やってみるたいけど苦手なんだよこういうの、こういうの苦…あー、やばい。ダメ、ほらほら来いよ、先手打ってやっからよ。うい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 。私は得意、こういうゲームが本当私は得意、こう言ってこう、そう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 、大丈夫、それでこそ私だ、それでこそ私だ、そうだよ、いけいけ、順も順順順順順、猛毒バットっていうよりもゴルバットだねこれはね。もうスッといける、スッといけるから、あ、もう大丈夫だね、ファーストステージは大丈夫。こっからね、もうここスーって、ほら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 、きった、ああ、死ぬかと思った、だがこれで一安心だ。早速研究所に戻って究極の鳥を作ると。戻れる、戻れた、よし、もうね、猛毒バットをねすり抜けて頑張ってきたんだから、いい鶏になって、これで全ての準備は整った、最高の鳥の誕生だ。さっきは人だったからね。あ、なんだこりゃ、人にはなるんだ、人にはなるんだね。あれ、これはどういうことかけ。皆さん、新しいアイドルが誕生しましたよ、コケ系アイドルだ。俺にもどういう原理かわからんが、最高の食肉用の鳥を作ろうとしてこうなったとしか言えん。本当にそう思ってた？最高の食肉用の鳥を作ろうと思ってたんだ。だとしたらあんたはいいやつだけど、やり方が間違ってた。やだやだ、お願い食べないで。食べないでって言われるとね、美味しそうな太ももじゃない、食わないから。さすがにそこまで鬼じゃねえよ、別の意味で食いたい気がするが、いや、なんでもない。見て、ほら、お腹とそのチラッと見せる太ももとこの目つき、いけるぞ、ゼニボシ、いっちゃいっちゃ、サポートしてあげるから、もう酔わせろ、とにかく酔わせた方がいい、いいこと思ってた。なあ、人間のために働いてみる気はないか？お？ゼニホシ？ん？ゼニホシ？繁華街、おい、ゼニホシ？いらっしゃいませ、シャムチ、ご指名のお客様でしたね、どうぞゆっくりしていってください。あんた悪い顔してるよ。どういうこと？養鶏所から？今月はいろいろ物入りなんだよな。やめとけって。初めてのお客さんじゃないこれ。ちょっといやらしい顔した客捕まえて、金額以上のおもてなしはさせていただきます。それにお客様、今日はスペシャルイベントデーですよ。シャモチって鶏じゃなくなってる、それが楽しみで迷いながらもお越しいただけたのでしょう。ったく、この女にかなわねえな。仕方ねえな、楽しんでいってやるよ、やるよって。もうシャモチーの気持ち考えたことある。はい、ありがとうございます。一名様ご案内。もういい、え、
楽しかったじゃねえか、畜生。この商売上手が。シャモチーに何させてんの、おい。みんなのアイドル、シャモチーに何させてんだよ。恐れ入ります。ぜひともまた当店に遊びに来てください。いつでもお待ちしておりますよ。シャモチー。シャモチーはな、親が病気なんだよ。また来てやってもいいぞ。なんだお前、社長か。社長だったらありがとうございます。助けてください、お金ください。そろそろお客様もいっぱいになってきた頃だな。店内に戻るか。目が綺麗、目が綺麗じゃん。あん時の目をしてたよ。コッコを見る時の目も同じ目してたよ。真面目に働くことを見下していたこの俺が、何の因果か今では進化系キャバクラひな鳥の巣のオーナーとして働いている。こうやって真面目に働くのも悪くない気分だ。おい、シャモチ以外に鳥系女子集めんの大変だったでしょうね。あ、品種改良繰り返したの。急な絵用意してよ。絵を立体描くのは上手だね。ちょっとテーブルとかのこの立体感あんま合ってないけど、ライトの演出いいね。このスプレーのやつでこうライト感出して。 OK さん、3番テーブルご指名です。黒服、あら雇っちゃって。はーい。あんだけ俺らが並んで握手してもらった人が辛いな。いやでもいいんだよ、しょうがない、親が病気なんだ。みんな真面目に働く本当にいい子たちだ。下手な人間よりも信用できる。品種改良の技術。あれ、洗面テーブルってここでやっちゃう。うん、鶏の脳のまんまだ。ありがとうございます。ただ教えたことをすぐに忘れてしまうのだけが難点だな。まだまだ課題が多いよ。綺麗な目をするな。エンディングツー、キャバクラ系。エンディングってなんかもう人生の途中な気がするけど、もうこっから崩れ落ちる未来が想像できる。今のとこ全部人間になるんだよね、品種改良がな。じゃあこれいこう、最後。問題よな、これはな。これは問題だよ。とりあえず全回復はするけど、なんかここら辺になんかアイテムが隠れてたりとかしない？めちゃくちゃ強いアイテムとかが。なさそうか。こっちに道あるとか、こっちに道あるとかでもない。あー、じゃあ戦う。あー、逃げるはできないんだね。じゃあ防御してみようか。ないもんね、必殺技も。じゃあ攻撃、防御しての攻撃。そりゃそうだよ。勝てる気がしないんですけど。あ、聖剣が落ちてた。聖剣を手に入れた。ああ、やったぜ、ラッキー。これで一発だぜ。よーし、いけ聖剣だ。おいおいおい、あ、装備してなかったか。さあ、聖剣を取ったぞ。
水剣取ったのはいいんだけどさ、なんか盾とかないの？もう防御でやられちゃうんだけど。防御でやられちゃうってなんだ。防御しないとやられちゃうんだけど、どうしよう。とりあえず装備しようか。装備、最強装備。あ、防御力も上がる、全部上がる。これは勝てますよ。やったぜ。おい、肉片よこせ、肉片。あ、まあいいか、回復してもしなくても変わんないしね。いけー。え、違うじゃん違うじゃんって、一発で倒す流れだったじゃんって。絶対やってっかな、絶対次やってっか。いいか、なんかそうやって強くなって俺は強いみたいな感じにさ振る舞ってるけどさ、結局はさ誰も勝てる相手がいなかったってわけでしょ。そんな孤独な戦いでさ見張られても困るわけよ。こうやってねめちゃくちゃ強い。ちょっと待って、装備するの忘れてる。ただいま。もうね、何回目だろうね、あなたに会うのは。ここにね、見て見て、ここにね聖剣があるんだ。これをね、まあ、いつもね、そうそう、いつもね装備しないでこう来てたわけよ。ごめんね背後から。それをね今回はね装備してみようかなっていうね実況ですね。聖剣を装備してみたね。これでいきましょう。ぜひね、うーん、スペシャルマーベラスで、これ忘れちゃいけないの、これね、回復じゃ、ほれ、これで回復すると強すぎあなたも経営者を超えたよ。もう一番金になるじゃない。もう品種改良しなくても金になるじゃん、この聖剣で。気づいて、銭欲しい。いけ、今度は勝ってやる。あ、もう余裕よっちゃん、もう余裕よっちゃんよ。え、ミス、ミスすんだ聖剣で。聖剣はミスしちゃダメ。おー、互角互角。ちょっと待って、もっとすんなり倒せると思ってたよ。ねえ、もっとすんなり倒せると思ってたから。あ、なんだ、必殺技使えんじゃん、必殺技。じゃあ3回攻撃、上、もうどんどん使おう。なんだ、もうなんかさ一発で倒す用のやつかと思ってたからダメじゃん、違うじゃん。うわ、だから最初に TP がある時にさ9回攻撃とかしとけばよかったんじゃないの。もう絶対そうじゃん。必殺技が増えるとか聞いてないんだよ。いけいけ、もうそこじゃないよ。目狙ってけ、目。なんで見つけんだよ。どんだけ強いんだよ、そして。なんでこんだけ強いのに。あ、TP 溜まってる。これ TP 溜まる、TP って溜まるやつなんだ。ゲームしないかわかんなかった。うぃー、まあ、ちょっと倒した。そりゃ倒すよ。じゃあ、2星。ネタ、勝利疲れたなじゃないんで。魔獣の肉片を手に入れた。よし、まあこれが俺の実力ってやつだ。それじゃあ帰るか。うん、まあそれでいいよ。うん、それでいい、それでいい。聖剣は売ろう、売って金にしよう。金にしてなんかな、スタミナ太郎行こうよ。これで全ての準備は整った。最高の鶏の誕生だ。もう前例があるから。うっ、魔王国慶、我が名は、我が名は魔王国慶。今まで人間どもに食われてきた我が同志たちの恨みを今こそ晴らす時。イヤリも可愛いですね。イヤリも可愛いし、どう、なに、ムキムキだね。なんだろう、なんかもうとっちらかってんな。ドクロ入ってるし鼻穴大きめのドクロ、バックルのベルトをね、茶色のベルトをつけてます。お、エンディング1、地球爆発。一番苦労してやったやつがすぐエンディングになりました。エンディング1、地球爆発だ。そんな恨み持たなくていいじゃん、美味しいんだから。これで全部かな、インドは。うーん、ということでね、
究極品種改良ね。どうでしたかね、この妖精って何だったんだろうね。